平野紫耀神宮寺んぐゆうたのとべとべ合流波紋、ジャニーズ2ミセカ、二号店せかの、佐き町長日本の男性アイドルグループ、キングプリンスへの元メンバーである平野紫耀と神宮寺うゆうたが、新事務所、とべ、への合流を発表し、そのニュースはファンをにぎわせました。しかし、 トベがジャニーズの二号店としての地位を築きつつあることや、新生キングプリンスへの流瀬角と高橋山の二人体制との競合が懸念され、ファンの間で複雑な感情が渦巻いています。一平野紫耀神宮寺ゆ太たの合流とその影響へ響。平野と神宮寺は7月7日に生配信を通じてトベとの合流を発表しました。その直後、 彼らは個人のインスタグラムアカウントを開設し、フォロワー数が急増しました。キングプリンスへの公式アカウントのフォロワー数を超える勢いで、戸部所属となった平野と人流時の合計フォロワー数は約447万人にも達しました。この合流の成功は彼らの人気と実力を示すものである一方、キングプリンスへのファンには複雑な感情が広がりました。 キングプリンス派2022年5月に平野、神宮寺、岸優太の3人が脱退し、新生キングプリンスが長瀬と高橋の2人体制で再出発しました。新生グループは初のシングルでハーフミリオンセールスを達成し、ファンミーティングも大成功を収めていました。2、戸べの、ジャニーズ2号店かとその懸念。 新生キングプリンスへの活動とトベへの合流発表が重なり、滝沢秀明氏がついジャニーズ戦略としとベットおっを活用しているのではないかとの憶測が広がりまし。ファンミーティングが開催された7月2日には、トベの第一弾生配信が行われ、元 V6 の三宅県の所属が発表された。 そして、平野と神宮寺の合流が発表された7月7日は、ファンの間で、キンプリの日、と呼ばれている日で、これにはファッション誌でのコメントに基づく歴史があります。生配信で平野と神宮寺がキングプリンス時代のメンバーカラーである、シンク、と、ッターコイズブルーの花束で祝福された場面が、物議を醸しました。 これに対して一部のファンからは、面からは平野と神宮寺のものではなく、金プリのもの、との批判が寄せられました。現時点では、戸部所属後もこのメンバーカラーを継続するかは不明ですが、面から引き継ぎについては議論が続いています。3. キングプリンスへの未来。平野と神宮寺の戸部合流に伴い、戸部との合流が噂される騎士タも含めて、 キングプリンスへの未来については多くの質問があります。もし彼らがトベに合流すれば、キングプリンスが分裂したように受け取られる可能性があります。その影響はキングプリンスへのファンだけでなく、スノーマンやシクストーンズのど他のジャニーズグループにも波及するかもしれません。このような状況には、今のメンバーで活動してほしいと願うファンの懸念が現れています。 4. トベの今後の展望。トベは今後も新たな才能との合流を予定しており、さらなる注目を浴びることが期待されます。例えば、三宅県の所属が発表されたり、キスマイフと2の北山博光がトベ合流の噂が浮上しています。さらに、元ジャニーズ JR のメンバーたちもトベのオーディションを受けているという話もあり、 トベの所属タレントスタッフの大半が元ジャニーズ出身者である可能性も高いです。トベ所属のタレントたちがテレビなどの大手メディアで活動することが期待される中で、平野と人流児の活動が他のジャニーズグループと競合する可能性も考えられます。このことから一部のファンはトベのジャニーズ二号店化を懸念しています。 平野紫耀と神宮寺うじのとべ合流によって、日本の男性アイドル業界に大きな波紋が広がっています。ファンの間で複雑な感情が渦巻き、ジャニーズグループの未来に対する不安が広がっています。一方で、とべはこれまでのジャニーズの常識を打ち破る可能性を秘めており、今後の展開が楽しみなところです。その行方に注目が集まっています。行方